おはようございます。3泊4日、トウトウの旅、本日3日目です。今日は、7月25日、7時57分、車内温度21度。今朝もバッテリーチェックです。メイン、サブバッテリーとも 12V、以上で良好です。今朝、4時半に起きてトイレに行った時に、ちょうど日の出で絶景の映像が撮れましたので、ご覧ください。それでは、浜中町、霧タップ岬、出発です。霧タップ岬キャンプ場は、バンガローは有料で、全18棟、うち2棟は、ペット可能です。テントサイト及びドッグランは無料、水洗トイレ、炊事場、ゴミステーション、洗濯機、乾燥機があります。車で5分程度のところに、霧タップ温泉があります。昨夜は、管理人さんに声をかけ、キャンプ場とは別の、駐車場の方で車中泊を、させてもらったのですが、専用のゴミ袋を、買うことで、ゴミと缶類を引き取ってくれました。視聴者さんからいただいた情報ですが、ここ霧タップ岬は、正式には東仏岬、と言います。霧タップ岬、ありがとうございました。今日の行程は、浜中町霧タップ岬を出発し、阿諸野町、目戸温泉をいただき、道の駅オンネイル温泉で車中泊予定です。浜中町を出発し、道道123号線を走行していますが、ここは絶景ポイントがたくさんあります。涙岬を通過し、厚岸町に入り、展望台で、絶景の一つを紹介です。
ただ久米と温泉は、道道88号線から、ダートな道を、約 3.6km 入ったところにある、源泉かけ流し温泉です。久米と温泉は、明治34年開湯、100年以上にわたり、当時の湯として利用されてまいりました。久米と温泉、到着です。口数が少ない無表情の方が、お迎えしてくれます。久米と温泉は、日帰りでも、入浴でき、内湯は、高温、低温、2つの、浴槽があり、入浴した瞬間、肌にすべすべ感を、感じました。露天風呂は、ぬかなんかわのせせらぎを、聞きながら、景色を、堪能し、心身ともにリラックスすることができました。内湯、露天風呂、時間により男女別、貸切、混浴露天風呂があります。久米と温泉、と、ありがとうございました。最終日になり、少しずつ晴れ間が出てきたせいか、バッテリー最高状態です。ちょっと安かったもんね。エビ？本当はエビのガーリック。ガー、うん、だからエビだけのだけど、うん、その味をお借りしたから、うん、野菜を混ぜピーマン。何回も俺、うん、俺やってた。意外とここにピッてつくんだよね。これやったね。これやった。意外と熱いね。ちょっとこれで、うん、本日2品目、タラとホタテ野菜のガーリックフリーズ煮込みです。これは日本酒が合いそうです。
顔に。半分だから使わせるね、我が家って。お腹しっかり。食事は全て奥さんが用意してくれます。ゴミを出さないように、車内では焼く、蒸す、煮るで済むように下準備を家で行ってきます。どっち見ればいいんだろう。何見てんのかな。クレープ？クレープとはなんかちょっと違う。すごくない？多分また火傷すると思うんだ。じゃあビール用意しとこう。そう、これで多分火傷すると思うんだ。おお、すごいね。大事なプロジェクトです。で、ちょっと、おー、なるほど。ちょっとご飯をレンチンしきれなかったから、うん、さすがだね。ちょっとだけ温めたい。食べるときにこの切れっぱしないように。家で調理してきたチキンライスを電子レンジで温めると、両コンサブバッテリーは一気に 12V まで低下し、寄っていたので慌ててレンジを止めました。きつね色オムライス、うわうまそう。よくできたね。きつね色になっちゃった。いや全然うまそう。すごいよくできたね。すごいわ。すごい、きつね色オムライスになっちゃった。締めご飯、うん、いやよくできたわ、うん、すごい。思ったよりはできたね。うん、いや、思っていたより、うん、これすごくない？いくよ。かけすぎな我が家。本日、3品目、オムライスです。これはすごいね。車中泊でこれできる？中はあまり温まってないと思う。なんか大きい。オムライス。たくさん食べたね。たくさん食べたよ。おやすみなさい。もう寝るの。